エリクセンといえば前回の未だに衝撃だわ。ああそうだ、前回大会だったね。よくぞここまでダッシュで集合を繰り返し。エリクセンが死の淵をさまよったのが衝撃的すぎて、再開後の試合結果を覚えてない人多い説。確かカウンター狙いのフィンランドがシュート1本だけの文字通りワンチャン決めて大金星をあげたんだっけ。あれユーロだったか、一回死んだんだよな。キャプテンが治療中のエリクセンを晒し者にしないためにチームメイトで壁を作ってたんだけど、その隙間からビクビク痙攣してるエリクセンが見えてる映像はショッキングだったわ。おーおーおお。横棒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 集合横棒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 。エリクセンスター。X で歓喜は待ってるポスト多いけど、4年前と勘違いしてるやつ多いな。無理ないけど。オフ押し、これには深夜にもかかわらず土発展。エリクセンですら、あれだけ余裕があってもう中開発するのです。前回大会の開幕戦でエリクセンもうダメかって思ったけど、生き返ってよかった。エリクセンの時は両国みんな泣いとったぜ。